パート7。どうもちゃ、篠原です。今回ですね、時短と育対策4週間で点数を290点上げて800点を取るパート7対策について話したいと思います。で、パート7なんですけど、これはですね、まあもう間違いなく時間との戦いです。で、リーディングセクションですね、まあ、これまで話したように、大体75分ですね、75分与えられます。で、パート5にまあ大体ですけど12分、で、パート6ですね、パート6に、大体、まあ、8分、まあこれは僕の例ですが、でなって、ここ20分かかるんで、どうしてもこのパート7っていうのは55分ぐらいで解かないといけない。まあ55分ぐらいは時間を余らすようにこれとこれをやらないといけないってことなんですけど、そういう時間配分になります。で、その上で扱わないといけない、解かないといけない問題が、まあ大体55問ですね。まあ約55問、多分正確には54問だと思うんですけど、約55問解かないといけないと。単純計算で1分あたり、1問解かないといけないという問題になります。で、これ長文とは言うんですけど、もうとても長文とは言えないようなやつも出ます。例えばですけど、チャット、LINE みたいなやつのスクリーンショットですね。で、あの社内システムですね、社内で部長が部下にこういう指示出してとか、で、あるいは部下の A さんがごめん会議遅れそうなんだけど誰か代理で最初の10分だけ出てくれとか、なんかそういうことをお願いして、で、 C さんがごめん忙しいみたいな、 D さんがじゃあ私行ってあげるよ、ありがとう、ご飯おごるよみたいな、なんかそういうチャットですね、チャットとかが出たりとか、まあ普通に勉強してたら出ないやつばっかりですね。大学受験勉強ではチャットなんて出ないじゃないですか、とかっていうことで、ちょっとややこしい。あと、まあパート6でもちょっと言いましたけど、やっぱ出るテーマとしては、まあ印象的なのはやっぱりそのチャットとメール、あと手紙で、そしてこれがちょっとね、苦手な人が多いというか、僕は嫌いだったんですけど、新聞記事、これがね嫌なんですよ。新聞記事ね。で、あと、まあ、広告宣伝ですね。今なら、玉ねぎ1個10円みたいな、なんかそういう広告 50% オフみたいな、なんかそういうやつですね、とかっていうのがいろいろ出まして、しかもややこしいのがメールとその返信と広告っていう、これ3つ文章が、長文が出るやつがあって、その3つの長文とのこの関連性を読み解かないといけないみたいなやつが出ます。で、パート7に関してはもう本当に時間との勝負 で読まされる文章の量も多いし、3つの文章を読めとか言われますし、で、その一つ一つの長文もまあぶっちゃけめんどくさいんですよ、読むのも。で、しかもまあね、内容も結構どうでもいいんですね。その例えばですけど、なんか そのイベントがあって、そのイベントに出席してもらえますかみたいなメールとかね、大体多いのはこれですね。イベントに出席してもらえますかっていうメールに対して出席しますってなってて、で、その出席する、なんだろう、そのイベントの告知のやつで3つぐらいこうセクションがあって、で、その例えば出席しますって言ってる人が考古学者だったら、大体その考古学的なところで出席するんだろうなとかっていうのは出るんですけど、日本語でやるって言ったらなんてことはないやつです。ところが英語で、しかも量が多いってなった時に、じゃあこれどうやるのかということなんですが、我々は目標点が80点ですね。80点というか 80% 取れたらいいと。 80% 当たればいいので、何をしないといけないかっていうと、取捨選択です。無理だと思ったら諦めと、あと、とにかく何でもいいから書くですね、っていうことが必要になります。だから最後まで諦めちゃいけないってことね。僕、その一番最後のラストの3つの長文読むやつ諦めてたんですよ。もう捨てようって思ってたんですけど、なんだかんだ30秒だけ考えてみたら、あの書けたんですよね、とかってパパパパッとやって選べることもあるんで、最後まで諦めちゃいけない、書くんですけど、ただこれは無理だと思ったら潔く諦めて次を取るということですね。だからこの戦略っていうのは950点取りたいっていう人には使えません。あ、950点取りたい人は全部頑張ってください。ところが我々は800でいいじゃないですか。800でいいってなったら、やっぱり取れるとこから取らないと損なんですよ。だから例えばチャットね、僕チャット得意だったんですけど、チャットは文章も少ないです。問題も簡単なことが多いです。何分何秒にこういうことを言ってるけどとかって細かい指示もされています。ですからチャット形式のやつは比較的取りやすい。で、一方で例えばですけど、このメールとか手紙とかは全部読まないと分かんないことがあるんですよ。
全部読まないと、分からないことが多い。例えばですけど、このメールの中で言われてないことを答えなさいとか言われたら、全部読まないと正解って分かんないんですよねとかっていう、その全部読め系のやつとかっていうのはある程度見切りをつける、早めに見切りをつけるっていうことが必要になります。で、まああと、まあこれ公式問題集だかもしれないんですけど、僕が見る限り、って思うのもあります。これ別にこっちが正解でもよくないかと。日本語でこれ聞かれても、A と D どっちも正解になり得ることないみたいなやつってあるんですよ。で、そういう歯みたいなやつも、まあ正直あります。だから、これどっちやろう、 A と D どっちやろう、本文中の根拠はどこやろうとかってやる時間があるなら、それはもう潔く A とか潔く B みたいな感じでこう決めてしまって、で早めに次々次々やっていくと。だって55問を55分で解かないといけないんですよ。1分あたり1問解かないといけない。しかも、これトイック、これメールとか全文読まないといけないで、メールを読むのなんて大変ですよ、こんなもん。しかもビジネス用語飛び交ってて、でしかも大体メールなんてお互いね、ある程度その過去の文脈の中でやってるやつじゃないですか。ところが我々は過去の文脈もないんですよ。その試験内であったそのメールを読まないといけないっていう、非常にめんどくさいことをやらないといけない。で、まあ特にこれですね、新聞。これがね、この新聞の記事内で言われてないことを答えなさいっていうのが本当にややこしくて、新聞って文字がこう、みちっとこう詰まってて、空白がなくて、で、それひたすら読まないといけないんですよ。で、大体書いてるテーマ興味ないんですよ、とかっていう、なんか、そういうね、ちょっとややこしいんですけど、もう本当に、諦める気持ちと最後まで書き込む気持ち。最後まで諦めなかったら8割いきます。だから、最後まで諦めないように、最後の1問までちゃんと検討した上で正解を選べるように、するというのが、まあ、一番いいかなと思います。はい、ということで今回時短トイック対策ということで、もうねパート7は本当に慣れですね。慣れていってこのスピード感で戦えるようにしなければならないです。で、そのためにはやっぱりわからない単語を極力減らすだとか、問題に慣れておく、このチャットだとか新聞の記事とか、そういう普段見慣れない英文にもきちんと慣れておくと、新聞なんて日本語で読んでもめんどくさいですもんね。まあそういう見慣れないやつもきちんと戦えるようにするということが必要になります。だから時短トイック対策としてはやっぱりきちんとね、勉強するべきところと、まあ、手抜くところっていうのを決めるべきなのかなと思います。ですから、まあぜひですね、トイックやられる方は、やってみてください。で、今回ですね、まあこの時短トイック対策で今までいろいろ話したんですが、まあこれからもトイックについてはいろいろ話していこうと思うので、よかったら、と思います。まあただもう僕はトイック受ける気しないですけどね。もうめんどくさいですね、トイックはね。TOEFL よりは安いけどって感じですね。はい。ということで今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。